ベトナムのホーチミンのめちゃめちゃ美味しいと噂の有名店に来たよ。すげえ。有名店なんかは知らんけど美味しいらしいです。すごいですね。楽しみですね。これはさて問題です。はい、何の唐揚げでしょう。イカイカ。お前これ見んなよ。いやいや、そういう問題じゃないんや。名前だけでいけっていうやつやったやん。そうや、写真込みか思ったわ。俺これ見て分かったからね、イカってスクイット多分。そういう方分からん。これは分からへんな。エビかな。エビじゃない。プラン多分なんか白身魚なんだな。熱い。とりあえず頼むか。カニ食いたい。カニ食いたい。え、とりあえずあのあれこれこうや。あ、これな。なんかレギュラーで結構2人分ぐらい出てきたけど。へー、ほなレギュラーにしようか。足りんかったらもう一個頼む。あと生春巻きは食いたい。揚げ春巻きの方がうまいって言う。そう。あ、でも生でいいじゃん。サマーロールでいい。サマーロール。あ、サマーロール。Excuse me, this one? Amino Fire. Fire. This one, regular. これ頼む？いや、それやったらこれ。これ？ This one, please. 飲み物？あ、飲み物？どれにしよう？これさっきのやつがいい。あ、俺ビール飲んでいい？車乗らんもんな。サイゴン、札幌ビール。サイゴンスペシャルビア。ワンコップ。ワンコップ。サイゴンコップ。セーフネンバイブワ。セーフネンバイブワ。熱くね。熱い。初食事だ。いや、初食事よ。機内食しか食うてへんから今日。何出てきたん、機内食。ハンバーグ。嫌やな。デミグラスチーズハンバーグ。マジで？マジでマジで。あ、そう。それこそなんか焼きタイっていうか、そのベトナムの焼きそば風みたいなの。全然やったで。だってもう一個のチョイス和食やったし。あ、そう。焼き鳥丼みたいな。戦争のなんか場所がジャングルとかやから。あ、そうなの。ジャングルっていうか、そっちにまで行くやつ、行きたいやつだって。それとも、どのくらいかかんの。1時間ぐらい。タクシー安かった、わからん。あ、でもタクシーちょっともう一回調べろ。歩きで1時間だって無理やな。ホーチミン電車ないらしいし。ありがとう。はい、これ便利、こういうのあったら便利よ。お前、揚げ春巻きうまそう。食った。食べたい、食べたい。これフォーしか食べたい。なんか揚げ春巻き頼もうと思って、揚げ春巻きみたいなやつ頼んだら食うの早く。すげー、うまそう。何これ。ほら、レギュラーってこんだけでかいの。うまいな。これ何やの。 Thank you. Thank you. これ何やの。大根。これ何か分からん。なあ、うわぁ、箸文化なんですね。よいしょ。いいただきます。いただきます。これはうまそう、ほんまに。お疲れした。はい。なんか全部飲むんだよ。これ生春巻きどこにつけるんやろ。これちゃう、多分。これがそうなの。
長箸。いただきます。うまっ。なに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 、どうした。人の携帯に春巻き落として、このサイズは何ちゃうか。落としてない、落としてない。うまい。何やこれ、何入ってんの。うん、うまいや。タコっていうかエビかな。タコは入ってんの。ニラか。バブキューは入ってないと思う。すごい。なことや、これや。これ何つけて食べるの。いや、つけへんじゃん。これかな。これか。いや、絶対違う。え、そうじゃんけど。もやしめっちゃ出てくるな、フィリピン。ああ、ベトナム。なし。でも豚肉も入ってんのこれ、うまいやん。熱すぎ。めきめきうまいやん。まあでも一人で食うたら寂しい。ちなみにこれどう。おいしい。このふつま昨日から食ってきた中で具体値うまい。美味しい。まあ、そうなんや。やっぱちゃんと調べて食ったら美味しいな。うまい。ほんまにこれかな。だから。うまい。あ、それつけんの。わぁ、出たナンプラーや。何それ。くっせぇ油。ん、くっせぇ油じゃない、ナンプラー。そうね、それ苦手やね。え、これがナンプラーの風味がちょっとする。へぇ、いける、めっちゃうまい。かけた方が圧倒的にうまい。これはちょっと、だいぶ食えんな。この葉っぱいつ食うたらいいんかわからんけど、この葉っぱが何かわからへんねんな。あ、でも春巻き巻く巻いたりしてるな。あ、山中みたいな感じか。うん、葉っぱめっちゃ出てくんねんな。あ、ほんや、うん、ご飯みたいなもん。たくあんみたいな。たくあん、やっぱ主食になんか葉っぱついてるやん。へぇ、なんかフォー頼んだ時葉っぱついてる。健康的な国やな。これなんなの。ああ。めっちゃうまい。 Thank you。 Okay、 you can get quietやっとシーフード食えるぜ。何これ。カニです。熱っ。
めっちゃヘルシーやな。そうか、味付けが野菜。あー、でも確かに。おー、うまい。うん、美味しい。お、マジで今日一番美味しいぞ、飯。でかいな。でかかった、マジででかい。今んとこめっちゃ飯うまい国やけど、これ的にはあっぷ、やっぱちゃんと調べなあかんな。どこも増やすね。なんか頬に期待を抱いすぎてたんかもしれない。あ、うまいな。うまい。それ3個目食っていい？いいよ。ちょっと揚げ春巻きも頼むわ。頼もう。こうなってきた。めっちゃうまいやん、飯。素晴らしい。これ食べた？食べた。これめっちゃうまい。ちょっと生臭い。え？マジで？あんま分からんかった。em ơi dọn cho chị cái bàn này đi, là 10 người. Em đứng ngồi đi. Ê, chú, mắt gì có phong rồi. Quý ập là hô mà còn là.これめっちゃうまい。これ、うん、よし、今日これ何や。え、この衣何やわ。めっちゃうまいよ。これまず素材の味やな。え、これかけた。かけた。かけた方がうまない。俺ない方が好きな。自然派やな。なやつは塩コショウでね。うまい。熱っ。おやつみたいな、これ。ちょっとカニ食べたかったな。あ、Thank you。 この辺気になります。いや、フォーは食いたい。これフォーか分からん。ヌードルスープでもフォーじゃないの。多分そうやと思う。なんかフォーとうどんみたいなやつがある。まああと揚げ春巻きだよ。え、5万丼じゃないよな。50万丼持ってるよ。うん、3000円でそんな行くの。え、てかお前結構持ってんやろ。俺も30万本ぐらい。まんま持てへんや。結構おろした言ったのに。まあ最悪おろしに行くわ。 ATM あるよ、どっかに。まあいいや、まあ行こう。
これかな、揚げ春巻きハーフと、ここでいいか、うん、これか、うん、チキンかピックか、どっちもよ、豚足やな、こんなんチキンだな、なんか他この店のおすすめない？でもこれやってやっぱ、あ、これなんや、これはこれが有名だし、確かにこれピカイチうまい、うん、まあ別にもう一軒別の店でもええしな、てかまた歩いてたら関係いるんじゃん、うん、でも東南アジアやっぱ似合うけどな、まあまあ顔もな、あ、そうそう、そんなんけどこんな気候で熱々のヌードル出されてもだるいんちゃう、まあ、まあまあな、でもやっぱ麺は熱いやつ食べたいな、いやまあそうそうだろうからまあまあ俺はな、これトウモロコシがこうサンドされてんねん、ああそういうこと、これマジうまかったな、あ、じゃあトウモロコシで作ってんのかな、それ食べていいね、うん、アホな、甘やったら生、いやあんま生春巻き好きじゃん、あ、そうなの、やっぱでも好きや、食べるけどさっき言うてや、いやいやいや、お前好きやん、俺めっちゃ好きや、うん、カニいらんねやろ、うん、米やからこれ、米粉やから、もうも米やで、いや知ってる、だから俺結構飯楽しみにしてきた、でも生ライス食べてないですよ、てかライス食べてない、普通のライスは興味ないな興味ないって栽培だろ、断り方かっこいい、ほんま、ハノイとホーチミンで全然違うっていう話だったよね、うん、ハノイはあれなの、調べたら中国と隣接してんねん、そうも結構違うらしいな、あ、熱帯って感じするわ、ちょっとジャングルみたいな、生ジャングル見てみたい、これマジなんやろな、レタスじゃないもん、めっちゃ髪の毛入ってる、これはあれやな、めっちゃハーブのやつ、インドとか生野菜食うたあかんでとかめっちゃいいのに、こっち来たらもう関係あらへんな、ちょっと怖い、まあちょっと怖いかな、ありがとうございます、ありがとうございます、普通に言うてるし、なにこれうっと、全然思ってた方じゃない、
いやこれフォーじゃないぞ多分。謎ね、とんでもなくぶっとい。食ってみて。透明なうどんやな、マジで。初めて見た。食ってみてや。取られへん。こんにゃくみたい。こんにゃくなんかな。原本。でも多分うまいと思う。感想じゃないやん。いや麺と合わせて食って、麺とこの具一緒に食ったら多分結構うまい。お前結構何でもうまいって言うからな。いやいや、ほんまにほんまに。あ、そんなことはないな。俺結構飯厳しい。逆に何に厳しくないの？おじいちゃんとおばあちゃんだけ？いや、あと子供。それ以外全て厳しい。もう厳しいよ、それ。やろ、麺だけ食ってもなんだかなやろ。初めて食べた。でも多分具と一緒に食ったら絶対うまいやろ。スープと一緒にすすりたいね。鶏といけや。何お前出汁惜しみしてんねん。お、出汁だけにか。すごい。うまい。昨日食うたからな。え、昨日の量がしてない。してない。おい、ちょっとこれはほんまに。っていうか、フォーじゃないだけやっぱテンションが下がってる。なんかちょっと絶品フォーの店見つけたいな。絶品フォーは買えるまでにマジで食いたいな。まあフォー結構好きなの。フォー好き。ちっちゃい時よう食べてた。ちっちゃい時よう食べてた。なんか即席フォーみたいなのあったんや。なんか家でよう食べてたの。なんかフォー流行ってて一時期。あ、家は森家で。うん、珍しい。お母さんが好きやねんな、そういうの。へえ。なんかその香辛系とかさ、パクチーとかめっちゃ好きやし。これパクチーか。違うな。それでめっちゃハーブやった。これがパクチー。違うな。めっちゃハーブやな。ちょっと生野菜怖いけど、トマト食べよう。いいけど全然いけそうやで。もっとヤバいやつって、もっとヤバいでって感じなの。分からんけど、もう30歳やし大丈夫じゃん。関係ある。30歳やかは気をつけない。なやこれ。うまっ。あ、うまいんや。好きなんやね、じゃあほんまに。え、じゃあ多分これとこはな、美味しないわ。これでそんな変わるかい。これで包んでこれつけたらうまい。反対よりは本当うまなるよ。結構ベトナムで生きていけるかもしれない。早めっちゃうめえ。ありがてえ。俺が一日早く来てサーチしてた彼だったな。ありがとう。だってお前これ俺昨日知ってんからな。え、俺これ昨日知ってんからな。あ、そうなんや。ほんまにちゃんとサーチしてくれてたから。知ってたよ。なんや。ほんでこれ知ってそうやなあいつって思ったもん。なんや、それはすまん。30分前に検索してただけやんけ、お前とか心の中で一生思ってごめん。いや、もういいよ、顔に出てたから。やっぱ出てた。これうまいわ、マジで。ここええわ。
うわこれ、フォーの方がうまいな。何これ、よう分からへん。あ、これ何が違うの、フォーが。フォーってだってもっと調べたくて、もっとなんか米の味するもん。これダイエットフォーやな。でんぷんやんな。でんぷん汁がなんか、何やろこれ。米粉感ないよな。なんなんやろ、芋なんかな。なんなんやろ、キャッサバ。でもマジそっち系なんじゃん。なんかよく分からない、味せへんし。マジ葉っぱうまい。あ、いや、この葉っぱぐるみ飯のうまさが分かる年になってから来てよかったわ。そうやん。マジで熱い、えぐいな。やってみてや。このじんわり汗かく感じ、いや、ほんまにきつだよな、これは。これでホテルがいい感じだったんや。確かに昨日泊まったとこは部屋は別にいい感じだったけど、二人が絶対やばかったな。結構音聞こえてきたし、他の部屋も。いや、俺相部屋やと思ってしこりだめしてきたの。なんだしこりだめ。初めて聞いた。いや、なんかそれこそ4日間ぐらいもう一切しこりたいとすら思わないぐらいしこってくる。で、お前はあれか、ベトナムね、エロい店お前俺に行かすんやろ。いや別に行かさへんよ。行くやろうなと思う。いや行かへん行かへん、ほんまに行かへん。いや俺行かへんって言ったら行くからな。したかんわ、行く行く。お前これじゃ早い、ビビるやん。そうやろ、どれかにしてほしいな。なんかうどんか米粉か、どっちかやったらうまいけど。てかそれやったら普通のあの中華麺入れてくれた方がうまい。うん、そうやな。いやいや、こんな日本人ごめんなさいな、本当に。もしベトナムの人見てたらごめんなさい。しゃあない。でも他のメニューめっちゃ絶賛してるからね。確かに、まあ、感想やからな、ほんまに。腹いっぱいやときだ。わかる、腹いっぱいや。やばい、全部ちょっとずつ残ってる。そんな言うほど頼んでへんと思ったけど結構膨れんな。これレギュラーで 2,3 で分けてちょうどいいですよっていう情報を掴んでた俺のそのやっぱこの、結構けど観光客というよりは自国の人やな。ドバイさ、それこそなんか、まあ、ヨーロッパの人かなアメリカの人かなみたいな人多かったけど全然見えへん、ベトナム。確かにな、ベトナムなんか結構地元の人多い感じ。時期があんま良くないんかななんかけど、ホーチミン行きのやつめっちゃ観光客おったけどな、学生の団体みたいな。やっぱアジア人多かったね。
あこれ食わなあかんけどきついな結構。え？こいつがきつい。俺が食べよう。これ揚げ春巻ききついから。お前春巻きほど食わんな。一個食べたよ。もう一個食べるかじゃ。もう一個いって。はいはい。それ44はきついわ。ごめん、確かにそうよ。細部がエグいな。もうちょいハーブ包んだよな。うまいんだこれ。うまいうまい。お前の何？いやお前のヘッドホンが。わあ、葉っぱまみれ。やばい、しくった。動画回してたな。え、どういうことでしょ？この眩しかった、なんか言われそうやなって。全然見てなかったね。何してた？ちぎ、口でちぎってた。ちぎって口で落としてた。よし。ジャングルってあんの？テレビ。ああ、ベトナムの。あるある。あ、てかその目的地がジャングルみたいなとこあんの？うん、まあ入り口やと思うけど。ジャングルの音は聞いとかないな、やっぱ。あと、ママジャングルって聞いたの。ごはんやな。いやいや、食べますよ。これは食う？いや、でかな。頑張ろうよ。もうほな、あと行けるか。え？全部？お前がそれでいいんやったらいい。いや、どっち行く、どっち行くがいい。どっち行く？結構胃もたれするな。うまいやん。ヘルシーで食べたり。
いや、ヘルシーなんやけどさ、胃もたれはしてへん。具材はヘルシーなんやけど、やっぱ揚げ油が結構ヘビー。マジお前、だから家多いの。いやもうけど、ほんまにもうちょっともうなんか油過剰反応センサーみたいなできてんじゃんかな。これはできてる。まあ春巻き食いすぎってのあるから肝臓がもうあかん。てかマラリアとかほんまシャレだなんて。シャレならんな。狂犬病もシャレならんて。まあもうしゃあないよな。いや頑張るけど。まあまあ予防はせず、かからんようには気をつけるけど。狂犬病ワクチン打ってきたら、ごちそうさまでした。終わり？かゆっ。うわ、かや。え、てかお前、キス持ってきたよね。うん。ジャングル行かれへん。いや、靴下持ってきてる。かっこいい。ちょっと違うやん、ヒントサンダル。じゃあ帰ってくる。ベトナム仕様やん。ないだよ、あのサンダル。あ、そうだね。あれ安かったの。安かったっていうか、付録のやつやん、確かに。確かに。あ、じゃあもらったんだ。あれはもらったやつか。あ、そう。もう爪楊枝どこか。襟付けがマナーなんだな。サラリーマンとかしてます。結構あんなビール。爪楊枝両方や。コンビニとかに普通にわさびとか売ってんの。へぇ、そう、日本のやつ、わさびって感じ。へぇ、まあやっぱアジアやな、まだ近いもんな。シャタバコぞ。
お会計せな。足りんかったらめっちゃ無理。すいません。お会計ください。わからん。シェフ。どうした？雰囲気でもうアイコンタクトできてたりだ。足りるかどうか緊張の一瞬です。足りんかったら気まずいな。足りんかったら気まずいな。気まずい。日本でも気まずいの、外国持って気まずい。だから嫌やな。どっつかれたら嫌やな。結構持ってるやん。細かいんか。なんか靴土産の兄ちゃんに20万ドンぐらい取られたの。なんで？なんか靴磨きしてもらった。 Thank you。 どこや？これか。あ、全然いけるやん。いける。危ない。50 20。なんぼや？70 71出してくれたり。71。これやろ。65万6千円やった。あ、だからこ7万出したの。うん、70だったり。なんでこれが、これ私で、37。めんどくさいな。何倍やった今。65万6千。37万ドル。全然わからへん。Thank you。 とりあえず今2人で70出してるから、35、35ずつ出してたらいいから、俺が15もらえばいい。早いな、計算すごいな、さすが。15やな、15になるな。これで10万。いや、こっちにある。2万、あと1万。1万。あ、1万。ちょうどこれ何？お釣り。多分、端数やと思う。小銭ないんやな。もうほんまやな。これホーチミンじゃん。あ、ホーチミン像あったぞ。そう、全部ホーチミンや。すごいな。ホーチミンって何しとくてん。いや、それこそホーチミンの独立の。あ、そうなんや。チェゲバーみたいな人的な。え、穴開いてるんちゃうわ。すごい。穴開いてるのか思うな、これ。やめて、なんかやからみたいな。違う、やからとかじゃない。めちゃめちゃ無邪気にびっくりしてるだけやから。すごい。やばい、なんかめっちゃ金持ってる感じやけど、全然金なくなった。下ろさなあかん。こりゃ金下ろさなあかんな。うまかったな。結構食ったな。よいしょい。